2019年7月の参院選広島選挙区をめぐる大規模買収事件で、検察当局が20年1月に河井克行元発送イコール服役中イコールの自宅を固く捜索した際、当時の安倍晋三首相をはじめ、安倍政権の幹部4人から現金計6700万円を受け取った疑いを示すメモを発見し、押収していたことが7日、関係者への取材で分かった。 検察当局は、元法相が広島県内の地方議員や公演会員に現金を配り回った買収の原資だった可能性があるとみて捜査していたという。関係者によるとメモは A4 番、上半分に第37500万円、第77500万円と書かれ、それぞれ入金された時期が付記されている。 その下にプラスプラス現金6700と手書きで記されさらにその下に総理2800スガッチ500幹事長3300余り100と手書きされていた第37500万円と第77500万円の記載について東京地検特捜部などの検察当局は 自民党本部が参院選前の19年4から6月に勝行氏の自民党広島県第三選挙区支部と妻の安里氏、有罪確定、の党広島県参院選挙区第7支部に振り込んだ各7500万円、計1億5000万円と分析。 プラス現金6700は1億5000万円に加えて6700万円が現金で提供され、総理2800などの記述は内訳を記していると見ている総理は安倍首相、菅っちは菅義偉官房長官、幹事長は二階俊弘自民党幹事長。 はあまり、はあり明党選挙対策委員長イコールいずれも肩書きは当時イコールで、数字は提供した金額を万円単位で示していると見て勝幸氏を追及したが、捜査は進展しなかったとみられる安倍氏ら4人と勝幸氏の主な政治団体や政党支部の政治資金収支報告書には、このメモに記された資金のやり取りは載っていない。 公選法違反、買収や政治資金規正法違反、不記載にあたる可能性もある安倍氏は昨年7月の参院選の街頭演説中に銃撃され亡くなった7日の中国新聞の取材に対し二階氏は現金提供を否定した一方 甘利氏は勝幸氏に100万円を提供したことを認め、選対委員長として他の候補にも一律に配った人中見舞いだったと説明した。菅氏の事務所には同日午前に取材を申し込んだが夕方までに回答はなかった。勝之氏は21年10月に懲役3年の実刑判決が確定し、栃木県内の刑務所で服役している。勝行氏をめぐっては 現金を配った地方議員や講演会員の名前や金額を記したリストを自宅に保管検察当局が家宅捜索で押収したことから100人に計2871万円を渡した前代未聞の買収事件の摘発に発展した 買収の資金に関し克行氏は自身の公判で党本部からの1億5000万円ではなく手持ち資金を使ったと供述していた中国新聞は政権中枢から提供された裏金が買収に使われた疑いがあるとの情報を得て関係者への取材を続けてきた以下はネチズンのコメントをまとめたものです 自民党の政治とカネの問題に独自に迫っている記事である秋元氏の事件で再び政権与党の自民党にまつわる政治とカネの問題に焦点が当たっているが河井元発送夫妻の問題が未だ終わっていないということを印象づける記事だろうこの河井氏の事件は首相のお膝元の広島の問題でもあり こうした報道は岸田首相も何らかのコメントをを出さざるる得ないと言える離党してしまえば自民党とは無関係とは言えない地元の広島の政治と金の問題から今後どのように対処していくのか首相の説明責任が試される甘利氏が認めているならそのメモは本物なのでしょう その金が買収資金として提供されたのを証明するのは難しいとは思いますが、少なくとも政治資金規正法違反には問えますし、当然ですが、それを理由に家宅捜索だってやろうと思えばやれます。そもそも、安倍元総理がお亡くなりになったので報道されたのでしょうが、まだ健在ならば、それも無理だったのでしょう。 要するに検察は小物だけで済ませて巨悪を見逃して権力に屈したのですこれでは政治は良くならないし税金は増える一方日本をダメにしている張本人を政治の場からまとめて退場させる絶好のチャンスだったのにねこの事件もジャニーズ問題と同じで長い間安倍元首相の脅しともいえる絶大な権力に忖度し 正しいいこととが通らずのを言えば干されるという状況だだったのだろう安倍氏を着せぬといういわば外圧で NHK やマスコミへの情報統制だけでなく検察という国家権力の中枢までいかに汚染され抑圧されていたのかがわかるようやく動き出せることになった検察には悪を暴くという本来の仕事をしてほしい。 国民は検察が信頼できる組織なのかを注視している。ぜひ真実を明らかにしてほしい。資料の応酬はかなり以前と思うが、今頃マスコミにリークするのは前首相事件での印象操作の色合いもあるだろう。参上の鑑定留置での長期間の時間稼ぎ、初公判の遅さなど、一度起訴まで持っていった事案の本当の事実関係を一切顧みない警察。 検察のの体質の一発だ。官房副長官の件も当然含まれるしかし検察の仕事の遅さが目立つ自民党から圧力がかかっているのであれば日本は民主主義ではない民間人には厳しいが議員にはダイヤマではないか検察のプライドというものはないのかいずれにせよ日本をおかしくしているのは腐れ自民党であることは間違いない 国民も早く気づき、自民党を政権から下すことを考えないと、本当日本は社会主義と変わらない国になっていくだろう。選挙での買収工作は、利権がらみの団体や影響力がある有力者を絡め取るために行われるが、一般の市民や学生には縁のない世界。ということは、しがらみのない一般市民の多くがもっともっと投票を通して政治に対して意思表示をすれば、 買収された一部のの悪者の投票数を量ができるましてやこんな善良な国民をバカにした露骨な買収行為をして有罪になった人に資金を提供してバックアップした政党には投票で脳を突きつけることで初めて政党は危機感を持つのではないでようか一票投じても無駄と諦めず日本の民主主義を高めるために国民も努力する必要があると思います。 遅くなったがようやく本の一部ですが、安倍政権の闇の部分が見え始め海も少し出てきましたね。時の首相の思い通りにならない同じ党の現職を落選させるために前代未聞の選挙違反になったこの事件。資金の流れは徹底的に追及をして、政権中枢にいた人間の悪質さをあぶり出していただきたい。 この違反で有権者の意思に沿わない形で落選させられた議員を思うと悪質行為の中心になったと思われる人物が亡くなったといえども追及を緩めることがあってはならない。他にも多くの疑惑のあった政権の悪質行動の徹底追及をメディアの方にお願いします。